はい、しグです。今日はですね、ぶどうの話をしたいんですけども、まあ、ぶどうといっても、ぶどうの成分の話なんですね。 まあ、ブドウとかはですね、それからベリー類に含まれているポリフェノールであるですね、レスベラトール。このレスベラトールってのはですね、まあ健康効果があるよってことは注目されていたんですね。それは赤ワインにですね、心臓チェッに対するまあ効果があるよってことが報告されたときに、このレスベラトールのが注目されたんですね。そしてこのレスベラトールっていうのがいいんじゃないかということで非常に話題になりました。で、この天然のですね、化合物質、レスベラトールは何かというとですね、 まあ、抗酸化作用のある物質であり、抗炎症作用があり、そして抗老化作用があって、そして抗がん作用もあるような、まあ、素晴らしい健康食品として紹介されたんですね。まあ、そもそもこのレスベロトロは何かというと、ファイトアレキシンと呼ばれるもので、まあ、植物そのものをですね、心筋とか病害とか紫外線から守るですね、まあ、えー、植物そのもののまあ保護剤、抗生物質みたいなものなんですね。 で、これらが人の体にもですね、まあ、いい効果を発揮するよってことなんですけれども、最近ですね、このレスベラトールがさらに注目されているのは、まあ、あるタンパク質をですね、分解する作用があることが分かったということですね。そのタンパク質というのは何かというと、アルツハイマー病の原因となる、まあ、アミロイドペプチドって言われるものなんですけれども、この β アミロイドペプチドをですね、レスベラトールが分解することによって、脳にですね、こういったタンパク質が、まあ、くっつくことによって、脳の移植が進んでいくわけなんですが、 え、それを抑制することによって病気の発症を防ぐなんて効果が期待されています。で、こういったレスベラトールって物質はですね、後からもうですね、十分補給することができるんですね。なので、これを補給することによって認知症の進んだ人をですね、その進行を遅らせたりだとか、もしくは回復させたりすることができるんじゃないかということで、今研究が盛んに進んでいるんですね。他にもですね、このレスベラトール、関節リウマチの患者さんに対して、 え、炎症を抑えるという効果をね、期待して、まあ、研究が進んでいるんですけれども、例えば、えー、もともと動物事件ではですね、レスベラトールっていうのを投与することによって、関節の炎症が治まるよってことが分かっていたわけです。そこで、まあ、人に対してですね、まあ、関節炎のある、えー、関節リウマチのある人に対して、レスベラトールと、まあ、従来の治療、もしくは、えー、従来の治療で、まあ、比較をしてみた。そうするとですね、レスベラトールを使いながら治療した方がですね、 ま、CRP って言われる炎症反応であったりだとか、インターロイキン6って言われるようですね、サイトカインというものの値が落ち着いたということが分かりました。すなわち、炎症をですね、より強く抑える作用がレスベラトールを併用した方が良かったよってことが分かったんですね。で、他にもレスベラトールというのはオートファジー。ーこれは古くなった体の中のタンパク質を分解して再利用するメカニズムですけども、そういったものを誘発したりだとか、癌の増殖を抑制するなんてことも報告されています。のって、まあ、あ えー、ブドウとかね、それからブルーベリーとか、まあ、ザクロとかをですね、食べれば健康的なね、まあ、レスベラトールを補給することができるわけです。えー、実際、レスベラトールはですね、まあ、その皮の成分がね、非常に多いので、一般にですね、こう、えー、濃いですね、ブドウの皮の,皮の方に含まれているんで、まあ、赤いブドウの方がですね、緑色のブドウよりもですね、非常に濃い量のレスベラトールが得られるわけなんですけれども、当然、白ワインよりも赤ワインの方がレスベラトールを含まれている量が多いわけです。ただま、基本的にはですね、その以前言われたような赤ワインの健康 効果みたいなややつっっていうのはやっぱりアルコールでね、まあ、相殺される可能性があるので、まあ、基本的に純粋にですねブドウを取った方がいいよって話なんですね。でまあ、ブドウそのものをですねまあ、取ることっていうのがいいよって言うんですよまあでもサプリメントもあるんじゃないかみたいな話なんですね。レスベロドンサプリメントって実際、売られているんですけれども、まあ、レスベアドンサプリメントではこれまでですね比較的安全に使われてきたという経緯があるんですね。 で、臨床試験が数々行われていて、いい結果も出ているんですけれども、比較的、まあ、副作用少ない。まあ、ちょっとあるとすると、まあ、吐き気とかオートとかね、それから、肝機能がちょっと乱れたなんていう報告はあるんですけれども、まあ、比較的安全なサプリメントとして考えられているわけです。ただですね、レスベラトールというのはちょっと注意しなければいけないのは、実は、えー、レスベラトールそのものはですね、 えー、人によっては、かえって DNA の損傷とかですね、まあ、それから酸化ストレスというのを引き起こすなんていう研究結果があるんですね。実際人でもですね、まあ、1日 300mg と 1000mg の容量をですね、えー、高齢の人、これは65歳以上で、かつ肥満の人に対して投与した時はですね、かえって、 えー、心臓血管リスクを上げるような、えー、酸化低密度リパタンパク、これは酸化 LDL と言われるものですけれども、が上昇したり、すなわち心臓血管のリスクを上げるなんてことはですね、報告されているんですね。でサプリメントっていうのはやっぱりですね、容量が非常に多くて密な状態で摂取するので、まあ体にとってはですね、あまり良い,い効果を発揮しない可能性もあるので、やっぱり え、サプリメントとして摂取することは、僕はあんまり好きじゃないなと思います。まあ、なので、えー、この季節ですね、ブドウがたくさん出回る季節であればですね、まあ、むしろブドウ食べればいいよって話で、ちょっとね、まあ、えー、農薬のこと気にして食べない人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと川の周りのところもね、少し摂取しながら、えー、レスベラトール意識して取るのがいいのかなと思ってます。なので、まあ、僕はね、あんまりその、えー、大量の農薬とかは、そこまで気にはしていないので、 まあ、あの摂取できるものをプラスマイナスで考えて、まあ、プラスの方が効果高いなと思えば、あの、ブドウの方を取りますので、まあ、そういったものは、まあ、摂取しようかなというふうに思ってます。なので、まあ、そのブドウの中にね、そういった、えー、体にとってですね、非常にいい働きをする成分が含まれているんだよってことはね、意識してもらえるといいのかなと思います。これから秋になってね、いっぱい出てきますので、ぜひ摂取するようにしてみてください。え今日の話に役に立ってよって方は、高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。